はい、こんにちは。今日はハーバード式ネガティブ思考に打ち勝てというタイトルでやっていこうと思います。皆さん日常生活とかあるいは仕事学校生活を送っている中でこうちょっとしたことが問題山積みになっていってあもうできないとか無理とか厳しいとか終わったっていうですね自分に対しての言葉がけっていうのが一度は起こったことがあると思うんですよね。でそんなことばかりが頭の中にへばりついていってしまってなかなか離れなくて問題ばっかりが頭にこうもう何回も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 繰り返されていってどんどんメンタルがやられていってしまうという経験をしたことがある方中にはいらっしゃるかと思います。まあ、結構な数いると思うんですよね。まあ、僕自身も最近仕事が正直あまりうまくいってなくてで筋トレの方にいまいちこう気持ちを向けられないんですよ。だからいつもと同じメニューをやっているやろうと思うのに半分もいかないうちに息が上がってしまってもう今日はここまでにしようって普段2時間3時間くらいやっているトレーニングがもう1時間とかで帰ってきてしまうようなくらいなんかうまくいってないんですよね。そういう問題が山積みになっていっている中でどういうことが起こっているかっていうと、まあ、これうつの要因の一つとしても言われていることなんですが反芻って言って要は繰り返してしまうっていうことなんですね。繰り返しその問題っていうのが頭の中で繰り返しぐる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 サイクルを回っていくことによって、まあ、うつ病を発症したりとか、まあ、うまく物事に行動を移すことができなくなってしまうというようなことが起こっています。でその対処法としていろいろとあるんですけれども一番やっちゃいけないのがそのネガティブなことを考えないようにしようと目を背けようっていうことが一番やっちゃいけないことなんですよね。どうです皆さん寝ようと思って寝れたことあるかっていうとないですよね。それと同じなんですよ。あのことを考えちゃダメだっていうと逆にその考えに縛られてしまってもうその束縛から逃れられないみたいなことになってしまいますんで今日は別の方法むしろ正しい方法っていうのをお伝えしていきます。まずこれ4つあるんですけれどもその1つ目が、集中的に気をそらすということで例えばネガティブなことが起こってしまいました。でその考えがずっとあなたの中にこびりついてしまいますっていう時に何かその仕事のミスとか学校で成績がうまくいかなかった誰かと喧嘩しちゃったっていうようなことが起こったらそのことを考えるのは一旦やめて仕事でミスをしたじゃあ今日家に帰った後にどんなご飯を食べようかなとか何して遊ぼうかなっていうふうにもう意図的に違うことを考えるようにするっていうのが一つ対処法になります。でただしこれ注意なのが一気にいろんなことを考えてしまうと例えば家に帰ったら子供と遊ぼうお風呂に入ってリラックスしようゲームして遊ぼう、それから寝る前には、ホットコーヒーを飲みながら読書をしようとかっていうふうにいろんなことを考えてしまうとその中にあ明日あのミスのことを挽回しなきゃいけないなって俺はやっぱ無理だダメだってなってしまいますんで考えることは一つに絞ってください。よろしいでしょうか。続いて2つ目ですね。2つ目は一旦思考を棚上げするということでこれ何か例えばミスを起こりました、お困りごとが起こりましたってなった時に後でまたこのことを考えようっていつこれを考えるのかっていう風に期限を決めて違うことに取り組むようにしましょうと例えば30分後に取り組むとかお昼の1時からもう一回これ にチャレンジするとかっていう風に考えてもう一旦ここでくよくよするのは終わりその後にいつ始めるかっていうことをもう設定してしまうっていう方法です。そして3つ目にもうシンプルに瞑想です。で瞑想っていろんなところで本が出たりとか YouTube とかで紹介されてるんでどの方法が皆さんにとって一番いいのかっていうのはやっぱりやってみていただかないとなかなか難しいというところではあるんですけれども僕が普段やってる中ですごくシンプルにできるのは単純に椅子に座るもしくは地べたでも OK です。地べたに座ってで目を閉じてで体の力をこうぐーっと思いっきり力入れて抜いた後に、3秒息を吸って7秒で吐く3秒息で吸って7秒息を吐くっていうのを、ずっと繰り返すだけです。で3秒息を吸う時に、余計な思考が入らないようにもう数えるんですよ。1、2、3、1、2、3、4、5、6、7っていうのを頭の中でずっと数えておくだけでこれで、もうここメンタルのリセットを行っていくというような感じです。ぜひ瞑想やってみてください。メンタルのリセットだけじゃなくて、脳がリフレッシュするので意外と疲れも取れたりします。そして4つ目にとにかくそのネガティブなことを書いていくっていうことです。ネガティブなことを書いていって客観視してみたときにそれが果たして本当に問題なのかそれとも取り組まなくちゃいけない課題なのかっていうのが客観的に見れたりとかあるいは書くことによって自分のモヤモヤしているものを吐き出すっていういわゆるストレス発散のところにもつながりますんでとにかく書いていくっていうのが大事です。
愚痴もいいんですけど、人に誰かに言うとかっていうね、愚痴もいいんですけど、でもそれって聞く相手の気分を害してしまって、でまた相手からこう言われて、こう愚痴のサイクルっていうのが生まれてしまうんで、自分一人で処理するっていうことを考えると、物事を、紙に書いていく方っていうのが確実に、効果性は高いです。はい、ということで今言ったような4つっていうのは、実はただ単純に問題が起きた時の対処法ですよっていうだけではなくて、メンタルの基礎体力っていうのも上げていくのに非常に大事な要素になってくるんですね。ですからそもそもの根本的なネガティブなことに対しての立ち向かっていく力っていうのを上げていくものになりますから、まあ、ネガティブなことが起こった時にそれを力に変えて、強くなっていくっていうものを今回の4つを通して身につけていただけたらなというふうに思います。特に僕はですね、最近書くっていうことをあまりやってないので、こう皆さんに言っときながら、お前やってないのかって突っ込まれたら、もうまさにその通り申し訳ございませんっていうところなんですけど、一回ですね、書くっていうのをもう真剣に A4 紙裏表真っ白のコピー用紙とかに使われるやつに全部グワーって書き出してたんですよ。もう3日間悩んで何ともならなかったっていうのが、2時間くらい書きまくったら次の日すごくすっきりしたっていう記憶が あったりしますね。社会人2年目の終わりくらいですかね、の時に1回あったりしたんで、これはものすごく多分僕が今日紹介した4つの中でも一番効果高いじゃないかなっていうのは実感してます。ぜひ、皆さんの中でもこの今日紹介した4つの中でこれ効果ありそうだなっていうものを、見つけていただけたら幸いです。ということで本日の動画以上とさせていただきます。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。